演舞開演。どうも、本日はこちら、コモベーカリーのクリーム小町を食べたいと思います。やっぱり、和風の名前ですね。パンの種類の違っているというわけではなくて、そしてこれも平焼きなんですよ。あれ、ジャムに比べるとちょっとふんわりしてるような気も。これ中身の違いかな。では、中身はこんな感じですね。では、いただきます。甘酸っぱくて美味しいですけど、物足りないなこれ。ジャムの時と同様にパン生地は少し食感があって、中に入っているクリームは長持ちさせるためか水分が少なめで、どちらかというとプリンに近いようなカスタードクリームでしたね。なのでプリンとして考えると非常に美味しかったです。カスタードクリームとしてももちろん美味しかったですけど、もうちょっとやっぱり量が欲しいなと思えてし逆に思えてしまったのが残念でした。というわけでこちらの点数とさせていただきます。それでは、風花の水滴るかな、この雨は。なんだかね、神秘な気もしますけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。